橋だね。やべ、足が。汗かいてるからあれでしょう。風があるとちょっと。足の神経が切れそう。そうなんだ。やっぱり団体で行くとあれだよ。うん、数メーター。でもひろみさん、あの人。ゆっくりが一番さ。俺ゆっくり歩けねえもん。ああいいね、こっからの景色がいいじゃん。ほら風が冷たいね。やここは何神社？あ、熊野神社だ。ここもそう、熊野神社だ。足、あ、昔の人はすごいな。タブの木だって。うわー、でかっ。本当にさ、トトロの木なんていうもん。そうだね、大きいね。おー、でかっ。ここもでかいね。何本もあれだね。うん、本当の鎮守だね、ここは。本当の昔ながらの鎮守様だね。おー、立派立派。うん、こっちにあれもあるね。狐だ、ほら、狐とあれは男のシンボルだな、あの石が。濃い。あれが本殿だ。うん。あ、ちょっと待って、これ何が入ってるんだろう。ああ、大事にされてるでも。あ、狐もいる。こっちはお寺だ。あ、ほんとだね。これ大きい。こっち回った方がいい。ほら、うん、ここもあれじゃん。本殿立派だね。うん、うん、すげえ立派だわ。ほら、大きい大きい。ねえ、立派だね。うん、おお、太い。なんかフィールドより硬くのがいいな。どうもね、普通より硬くのがいいよ。クリスもいいけど。それでもまた行かんのがいい。
電磁道路への通り抜けできねえ。もう変わりそうだ、すぐ。もう変わった。何回通ったんだこの道よって。今月3回目だ。ちょっとね、川桜はもう全部チューリップのもう暗くしちゃってる、うん、ああ、ご苦労さんです。こんにちは。まだおひなさんやってんのかな。おもある、書いてあるぞ。ああ、本当だ、吊るしてる。あと3日で終わりだ。魚、長巻きジャケット。長鳥なんてこういうのが普通に巻いてたら。うさぎ。うさぎ？ほら。ああ、うさぎのね、踊ってるやつだな。お月様じゃないか。金魚かわいいね。
桃もあるし、亀猫もいる。これかわいい猫。犬もいるよ、蝶々、鳩も、何でもありだね。すごいね、上手です。ひょうたんだな、これ。ほら、ねえ、葉っぱがハート形してるよ。あれ、ウサギだ。寝かし込んでるな。ここが外れちゃったけど、直してくれたかな。あら、どんどん焼きのあれみたいだね。あー、これ柿の、すんごいね、柿だらけ。背景がいいやん。写真がどこだ、これスイス、チロル地方なんだ。クマ、クマとウサギ。トナカイ。ああ、ちょっとこれ夜になるでしょ。元気で。そうだろうね、きっと。あ、吹きの塔か。もう、あ、なんだっけ。割っておかないと取れてたの。うん。鳥が立ってねえだ。桜もあれだね、肌くなしたね。